久保さんまあ、シンプルにできないことはできないですよね。会社でできないことを自分一人になったらできるのか。会社でできないのになんで一人だとできるんですかという話でできないことはできない。できることはできる。まあ当たり前なんですけどね。ただ、あー、こういう事例もありますね。サッカーはできないんだけど野球はできる。まあそのいうまい、下手。 の部分です、ね、まあできるという部分はボールは蹴れるでしょうけどうまあ、上手いっていうところであるならば人それぞれ、まあ、サッカーは下手だけど野球はめっちゃうまいよっていう人もいるだろうしうーんなんだラグビーはできるけどもあのマラソンはちょっと無理っていう人もいるだろうしまあそれはなんだこっちはできないけどこっちはできるっていう場合もありますでも場合もあるんだけどもことビジネスですよね ビジネスとフィールド。ビジネスというフィールド、仕事というフィールドは共通ポイントがあります。じゃあ共通ポイントって何ですかっていうところで、まあ久保さんも言ってましたけど、ビジネスって誰が金払うんですかと。お客さんですよねと。人ですよねと。うん。だから、まあ久保さんもね、あのなんで3年で1億稼げたのかっていうと、まあお客様のために死ぬみたいなマインドセットでね、365日でね、お客さんに合わせてね、うん セミナー、ワンツーセミナーやったりとかね、あのー、いろいろやってたわけですよ。うんだからビジネスの共通ポイントって、金払うお客さんがいると。逆に言うと、金払うお客さんがいなければ、ビジネスは成立しないですよ。あなたが商品作って、あなたが自分の商品を買って、自分で金払うんですかちゃいますよね。誰がそれを買うんですかって話で、すべてこれは共通しています。どんな会社でもそうだと思います。 まあ B2B、会社と会社だったとしても、会社は何でできてるんですか会社は人でできてますよね。会社の代表取締役がロボットで、従業員もロボットでっていう会社はあるんですか全部ロボットです、みたいな。AI です、みたいな。多分、まあそのうち出てくるかもしれないですけど、今のところないですよね。だからロボットが金を持っていて、ロボットが人間にお金を払うっていうのは、今のところないんですよ。今のところはね。だけど、あのー、まあ今後はわかんないです。うん。 でも現状としては人がいてその人が買いたい買わないっていうのを選んだりとかねサービスを選んだりとかするわけですからまあそのまあ人と向き合えないその仕事と向き合えないっていうのはまあビジネスできないですよね多分ね難しいですよねだからであるならばあの投資トレーダーになればいいんじゃないですかね僕はトレーダーはリスクがあるのでまずは情報ビジネスを極めた方がいいと思いますし まあどっちでもいいと思いますよ。人と向き合わない稼ぎ方もあるので。うん。だってチャート見るだけじゃないですか。別に人と話さないですよね。うん。チャート見、基本的にチャートの値動きを上がるか下がるかを予測する。それまあシンプルに言ってしまうとそれだけなんで。うん。そう。 なんかお客様のためまあそのファンドマネージャーとかだったら違いますお客さんのお金を預かってやるんだったらまたちょっと意識というか考え方違うと思いますけどうんただまあシンプルにできないことはできないのでうんだから今仕事で頑張れないのに自分ね会社っていう上司がいます会社っていう箱がありますルールがあります うーん,なんか規定もあります。で、そこで頑張れないのに、無法地帯じ、えー。自分の家に帰ってね、無法地帯ですよ。何のルールもない。誰も怒らない。その無法地帯であなたは自分でルール作って自分でやりきれるんですかルールがあるのところでできないのに、できるんですか多分難しいですよね。まあ一部の人はできるかもしれないですけど、結構難しいですよ。うん、そう。 まあ、きょあと共通ポイントが結構あるんでビジネスにおいてはビジネスというな土俵はね、まあ、手段は変わるけど売る商品は変わるけど本質的なところはあんまり変わらないんでビジネスというとこですね誰が金払うんですかと誰がまあアフリエイトでもそうなんですけども誰がそのサイトにアクセスするんですかっていう話じゃないですかロボットがアクセスするわけじゃないし人がアクセスするわけじゃないですか で、人がクリックする。人がそのアフリドリンクをクリックして購入する。そしてアフリ報酬が入るっていうのはそれだけなんで。うん。なんな感じですかね。いってらっしゃい。